妖光からクエストに誘われてたな。ドルドナのクエスト、猫は静かに笑うか。さて、どこにいるのか。このエリア内でのみずっと持続する呪い。やってくれるじゃねえか。
ことはなかった。見つけたぜ。よし、追い詰めた。行くわよ、ハセオ。来たな、愚かな冒険者ども。この俺を蹴られるものなら蹴ってみろ。これでクエストクリアね。あとはクエスト屋に報告か。そうか。この陽光様の力を借りたかったらまた呼んでくれてもいいからな。呼んでほしけりゃそう言えよ。ほんと素直じゃねえな。シラバスには直接会って事情を説明しておくか。シラバスには直接会って事情を説明しておくか。カナードのアットホームに行けば会えるかな。あのさ、チャンピオンをキャンセルした件だけど、その相談しなくて悪かったな。そんな顔しないでよ、ハセオ。全然気にしてないからさ。それにチャンピオン気分はもう十分堪能したしね。あと碧星級のトーナメントの方も勝手にメンバー決めちゃ、ああ、そっちも気にしないで。もうトーナメントは十分堪能したよ。僕はやっぱりカナードで初心者をサポしてる方が性に合ってるからさ。ハセオ、本当にチャンピオン辞めちゃったのか。もったいないな。ブヒ
アトリと陽子を誘って。アトリとよ。
いつも都合よく使ってるみたいで悪いな。そんなこと、私こそ無理ってパーティーに入れていただいてすみません。彼女はハセオの特別なわけ？陽光さん、キャーキャーうるさいのは嫌いだ。行くぞ。いよいよ試合だね。気合い入れてこ。必要なのは気合じゃなくて冷静さだ。どっちも大切だって。そろそろ時間だな。あの、長谷尾さん。大丈夫、アバターはなしだ。何そのアイコンタクト。目と目で語らないでよ。適正級トーナメント第1回戦、今日の解説はなんと伝説のアリーナチャンピオン海花様においでいただきました。いい試合見せろよ。両チーム早くも入場だ。やってきました台風の目、適正級に見参、ハセオチーム。ハセオ選手とアトリ選手はダッシュしたばかりの大間級チャンピオンの座を返上しての参加です。なんだ、陽子もいるじゃねえか。元チャンピオンの陽子選手を加え、2階級制覇に仕掛けなしか。しかし1回戦、前回優勝者との組み合わせはいきなりハードラックだ。そして相手はアゲザクラッチ、前回の適正級トーナメント覇者。タイトルマッチでは堅牢チームに惨敗。しかし新たなるメンバーをチームに加えリベンジに出た。かけ率 4.5 倍ってとこだな。アトリは回復したいで。わかりました。相手は前回の優勝者らしいけど、私たちは負けない。当然。
では試合開始です。ぜチームだと思ってた。でも一緒に戦って違うって分かった。長谷尾は仲間のことをちゃんと考えてる。仲間？俺の？うん、安心して戦えた。と、それじゃあ2回戦も勝っていこう。 CC 社からメールが来るまで2人ともちゃんとレベル上げしとくんだぞ。どうやら GU の連中もあれの存在に気づいたようだな。好都合じゃねえか。ハセオは必ずあれを追ってくる。このボルドー様が待ってるとは知らずにね。お前の執着などどうでもいい。忘れるな。お前の使命は天狼を倒し、あれを私の元へ持ってくることだ。心配しなくても、あれはちゃんとあんたのものにしてやるよ。でもな、ハセオは私のもんだ。あいつは私の魂に火をつけた。お代はたっぷり払わせてやる。
ゲスはゲスなりにか。見ているのに私は全てを手に入れる。アイダに世界に選ばれるべきはこの私だ。榊様、ジョブエクステンドって言ったら、確かダンジョン対価のヒントサポするとか言って、クリムゾンバーサyou
ドルドナのクエスト屋でジョブエクステンドクエストを受けよう。大河のおっさん、こんなところで何やってんだ。わしがドルドナにいちゃ悪いのかい。別にそういうわけじゃねえけどな。